伝説ポケモンってもしかして繁殖してる？について語るネット民の反応を紹介します。基本的には珍しいだけで複数個体いて、それぞれの地域に居ついた個体が伝承とかで語られる場合が多いのか。ゴマフアザラシのゴマちゃんみたいな数匹いるタイプはいそう。でも1匹しかいないのもいて、作品ごとのパラレルワールド扱いだと思う。ものによるけど大体そうだと思う。とっても珍しいポケモンとか呼んでるやつもいるくらいだし、存外複数個体いるやつのが少ないのかもしれんね。あくまで生物なんだし。ギガス以外のレジ系列とかは複数個体いそうな感じはある。最近はフーパのリングだったりウルトラホールに連打ちしたりして気を使ってた印象だったけど、 SV でまた昔ながらの別に丸々にも普通にいる路線に戻ったな。サンチョン、レジトリオは複数匹いそうだけど、鳳凰やらレジギガスは1匹または2、3匹しかいなさそう。エンテイとカミューは複数個体がいるのはわかる。ディアパルギラティナとカダイパ看板伝説はどうだっけ。確かハートゴールドソウルシルバーだったと思うけど、アルセウスがディアパルギラの卵を産むイベントあるんよな。え、ただの分身がリアルガパルキアギラティナも作れるの？マジならヤバくない？あいつはずっとヤバいよ。誰かに捕獲されたらどこかにいる分身たちが新たに創造して時空の均衡を守っているのかもしれないね。よくある強大さに比例して数が少ないパターンだろうから、規模や質がでかいヤッコほど数が少ないはず。だからアギャスみたいな比較的に規模が小さいやつとかは近伝の中ではたくさんいるはず。アギャスは未来王は過去にはいっぱいいそうだもんな。670がそのあたりをわらわらうろついてる世界か。まあ未来はともかく古代は原子ブラカイみたいな化け物もいるからね。現代でもケッキングがそのあたり徘徊してるし、テレビアニメでルギアの親子が出てきて、ルギアって子供いるんだって結構衝撃的だった覚えがある。この明らかに1匹しかいないはずのミュウツーなんですけど、影のフィクサーが量産してるんだよ。ハードル高いとはいえ研究が失伝されてなければ量産可能だからね。ミュウの毛に他のポケモンの遺伝子混ぜまくって培養だし、映画ゲのセクトで出た個体と逆襲ミュウツーが別個体らしく描写されてるの見ると、多分最初に藤博士が作ったデータが流出して各地で作られまくってると思う。おやつ親父は実は神でパルデアを創造したとか。おやつ伝説がサンボルトじゃないのはおやつ親父が作ったコピー体だからだった。タイプヌルもたくさん兄弟いるし、タイプヌルは最低3体は試作品が作られてたはずだからまだなんとか言い訳できそうかな。タイプヌルは剣盾で設定図流出したって説明されてるだろ。流出させたの絶対ザオボーだろ。アギャスもそうだが、ソルルナも明らかにオンリーワンではないからな。ただディアパルはオンリーワンか全部分身体なんじゃないかな。残留ですら条件とアルセウスのやる気が揃えば同一時空に複数個体作れるから。テラパゴスは図鑑見るに絶滅したと思っていたら実は生きていたみたいな感じなのは珍しい。ミュウツーは別個体とあったらすごい曇りそう。そもそも俺らが性格を知ってるミュウツーはあくまでアニメの方で、ムノは何考えてるのかわからんし、ゲーム版のミュウツーさんはアニメ版と違って凶暴だの優しい心がないだのいろいろ言われたい放題よね。ゲーム版のミュウツーはジオリジンみたいな感じなのかね。あの知的生命体とヤバい猛獣の間を取ったような凶暴さ好き。ミュウツーはアルセウスと会って話すだけで大体のコンプレックスは解消すると思うわ。勝手に生み出された存在自体にも罪があるならとっくにミュウツーは殺されてる。あとはジーナンとかサンやヨニでもカウンセリングしてもらえば完璧。真に1個体しかいないのはアルセウス本体だけだな。本体なら伝説のポケモンや自身の分身は何体でも作れそうだし、無限大なやデオキシスなんかの宇宙由来のやつらは探せば他にも何匹かいそう。デオキシスに至っては映画ですでに複数おるしな。ミュウツーという種族が元からあって、それをミュウの遺伝子から作り出そうとしたのがフジ老人なんだろう。適当。ミュウツーは一応そのあたりの配慮もあっておやつおやじじゃなくて最強レイドだったんじゃないかな。レシゼクキュレは元は1個体だったらしいんで、その1個体が何なのか次第。次にレジェンド出るとしたら一種が来てほしいね。
当たり前のように複数ゲットできるけど、設定考えたらゼクレシキュレムは1匹ずつじゃないとおかしいんだよな。分裂したって伝承自体が嘘ならいいけど、それだと BW のストーリーが何だったんだになるし。そう考えると設定が壮大な割に、なんで人間がゲットできるんだよ、なんでバトルで負けるんだよみたいなこと言われてたアルセウスは、実は分身体たくさん出せますぜという設定なのはうまいなと思う。個人的にはそんな強いならレジェアルの時どうして自分や分身体に任せず主人公を呼び寄せたのかという疑問ができた。作中で説明されてたら申し訳ないけど、 LA 宣伝のアニメでアルセウスは基本見守るだけで、それでもヤバかったら力を貸してくれるみたいな話が出てたから、現世への干渉は最小限に抑えているんだと思う。黒幕の目的の一つがアルセウスに会うことでもあるから、アルセウスが出向いた時点で目的達成するからじゃない。だから無関係な未来人を呼び出して黒幕の嫉妬を煽る必要があったんですね。サンムーン未プレイだけど、ジカルデってサンムーンにも出るんだよね。本来ゼルイベの監視役でカロスにいるはずなのに、アローラにもいるってことは公式で複数いるってことでいいんじゃないかな。ジガルデは分体がチリチリになって世界を監視してるっぽいから、基本 50% をカロスに置いてて、残りの 50% を他地方に置いてるんだと思ってるわ。まあサンムーンだと 100% 分アローラにいた気がするけど、うろ覚えですまん。ジガルデは秩序ポケモンで生態系を脅かす存在を倒すためにパーフェクトフォルムになるみたいだから、ゼルネアスイベルタル専用じゃないぞ。ネジギガスも何体か生き残りがいるとも考えられるから。ラキ兄弟はそれぞれ呼び方が違うだけで生物としては同種だろうから、さらに別の個体がいてもおかしくないかもね。水の都ラフトでラキオス3体ラキアス2体が水の都に向かって飛んでったのをサトシが見てるぜ。ともかく伝説や幻も複数いそうだよね。メタ的な話になるけど、伝説複数がゲーム設定と矛盾するなら、ゲーフリから許諾取ってるポケマスに伝説足すその色違いのに引き出すの許可されないだろうし、ゲーム上じゃ1回しか出会えないとしても世界で1匹だけと考えたらなんかかわいそうだもんな。オーガポンも世界で最後の1匹とか言われたら悲しいわ。テラパゴスはなんか放っといたらさようで勝手に増える気がするんだよな。 BW でもキュレムが BW 主人公が捕獲したジャイアントホールの個体、プラズマ団が捕獲したくさび持ちの個体で2体いることになるからな。ジラーチとかも複数いて何十年かに一度世界のどこかの個体が目覚めるとかみたいな感じなんだろうな。ミュウツーは逆襲のオス個体とゲノセクトのメス個体、少なくとも2体は劇中で確認されてるけど、アレ製法が関東から一種に密輸でもされたんだろうか。ミュウツーはミュウの子供を遺伝子改造して誕生したんだっけ。元となるミュウが複数体捕獲されないと、複数体子供を産まないと量産できないような。逆襲ミュウツーは化石から復元したものを改造した個体だったはず。今のところ一匹ほぼ確定は、一時的のトレーナーに手を貸すキュレム、ジガルデ、輝き様、ポケモンじゃないアルセウスあたりかな。レックウザは色で複数個体が確認されてる。それだとヨも単独個体っぽいな。もしバドレックスが複数体いるポケモンだったら、世界のどこかには違うポケモンに乗って違う伝説を作ったバドレックスもいるのかも。ウネルミナモが出た時も法王の話どこ行ったとか言われてたけど、それはあくまで伝承カルーツの一つであって、他にも発生源とか繁殖の概念はあるんじゃないかなくらいの認識だわ。個人的に水の都の印象が強くて、伝説一個体ってあまり思えないのもあるけど、図鑑でエンテイが火山ができるたびに生まれるだの言われてるし、外伝だけどレンジャージャ3犬ども明らかに火事が起こる前からある遺跡に関わってたりするから、焼けた塔の話が伝説でしかないか、全く別のポケモンを3犬に転生させたと考えた方があの3匹はしっくりくる。どこかにオーガポンの里みたいなのあるのかよ、天国か。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。